はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、3日間限定 D ポイントが30倍のお得なキャンペーンを開始ということで、今回はドコモが提供するサービスの D ポイントがドトルコーヒーで使えるようになったので、そのタイミングでキャンペーンが大きく分けて3つ発表されたので、そちらをお伝えしていこうと思います。それでは早速1つ目からお伝えしていこうと思うんですけど、こちら概要ですね。 D ポイントスタートキャンペーン、3日間限定 D ポイント30倍ということですね。で、こちらの期間は2019年の6月の3日4日5日までという、この3日間限定のキャンペーンです。こちらの内容に関しては、支払いの際に D ポイントカードを提示いただくと、通常は200円で1ポイントなんですけども、支払い金額の200円ごとに30ポイントもらえるということになってます。もうキャンペーン期間中は何度でも利用可能ということなので、かなりお得ですね。まあ、例えばドトルコーヒーだと、今の時期だったらアイスコーヒーの S サイズの場合、1杯が220円なので、それで30ポイントもらえるということですね。で、対象店舗なんですけども、全国のドトールコーヒーショップということで、あとはエクセルシオールカフェ、カフェレクセル、ルカフェドトールということですね。で、二つ目がもうすでに第2弾も発表されていまして、こちら D ポイントスタートキャンペーン2倍ということで、キャンペーンの期間は6月の6日から30日ということなので、まあ、先ほどお伝えした D ポイントの30倍のキャンペーンが終わってすぐということですね。で、このキャンペーンはお支払い金額の200円ごとに2ポイントもらえるキャンペーンとなってます。で、最後の3つ目はこのプレゼントキャンペーンという風になってまして、ドトールのジャーマンドッグというのがあるんですけども、こちらが1年分365本プレゼントというプレゼントキャンペーンですね。応募期間は2019年の5月の31日の金曜日から2019年の6月の30日までということになってます。で、この内容に関してはキャンペーンの公式のツイッターのアカウントというのがあるんですけども、そちらをフォローして、まあ、対象ツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で106名様にドトールコーヒーショップのジャーマンドッグの引換券365枚をプレゼントしてもらえるということですね。で、当選発表に関しては2019年の7月の末までに当選者のみにダイレクトメッセージで連絡をしてもらえるということです。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。ドトルコーヒーで D ポイントを使えるようになったということで、キャンペーンを紹介いたしました。もしですね、お近くにドトルコーヒーがあったりとか、よく利用される方であれば、このキャンペーンぜひ活用してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。